ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいワル先生の今週の一発予想。はい、ストックライフ、はい、クリック株365ということで優待離脱でおなじみの大島さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。もうあっという間ですね、1ヶ月が。本当ですね、はい、あの先ほど のオープニング あの画像あるじゃないですか。はい、あれ優待離脱してるっぽいですね、なんかね。そうでしょ、もうこうね、はい、いい感じでこうね、こうやって、うんうん、じゃあ今日もね、思う存分離脱していただきましょうか。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、で大島さんといえば、はい、やっぱりクリック株365、そうですね、株価指数のお話で今日も進めていきたいと思います。はい、そうですね、はい、まあ、早速ですけど、まあ、前回出させていただいたのがちょうど一月前ぐらい、うん、株の値段もまあ30年半ぶりにもう3万円を突破しましたっていう、はい、そのタイミングで、うん、出演させていただいたんですけど、もう1ヶ月でしたっけか。そうなんです。早いですよね。本当に早いですよね、うん、はい、ですから、まあ時の流れも早いんですけど、相場の流れもものすごく早くてね、うん、で3万円超えたところから、はい、やはりこう利益確定の売り物がこう出ましてですね、うんうん、一応先週の動きの方をちょっとおさらいしたいんですけども、はいはい、まずやはり先週の初めですよね、うん、これ30年半ぶりに3万円台回復したんですけど、半ぶりですもんね、はい、やはりそこからはまあ、利食い売りで調整に少しこう短期間ですけど入ったという動きですよね、うん、はい、そして3月の11日ここは ECB 理事会、うん、はい、そしてラガルド総裁の方から国債の買い入れペース、もう早めてなおかつ量も増やすというのが理事会でこう全会一致で決定されたということでですね、うん、だから3月11日そこの発言を境にちょっとユーロが切り返して、まあ、130円台に入ったっていう動きになりましたですけど、うん、はい、まあ同じくね、ちょっと3月11日ということで、はい、まあ、やはり東日本大震災からちょうど10年経ちましたと、はい、そうですね、まあ、こちらも本当ね、あっという間ですけれども、うん、まあ、今でも僕も忘れないですけど、地震が起こった2時46分ですか、はい、東京のねビルの中で仕事中でしたけど、うん、もう本当に経験したことのない揺れでしたもんね。何階にいらっしゃいました？僕4階だったんですよ。4階ですか、はい、うん、まあ、ビルのこのきしむ音ですか、うん、それがもう今でもこう耳にギシギシギシって本当にこう不気味なね、うん、はい、音が今でもちょっと怖い、印象を持ってますけどね、うん、はい、まあ、ですからこれ、まあ、10年を境にもう一回やはり地震が起きた時のこう心得といいますかね、はい、そういったものをもう一回やっぱりこう再度、うん、準備してこなきゃいけないなという気持ちになりますね、うん、はい、そうですね、はい、うん、時々ねやっぱり地震もね起き、はい、るじゃないですか。やっぱり怖いですよね。最近でもだって各地でありますよね。昨日でしたっけ、和歌山県でも震度5弱ですか。だから不気味に東北でもそうですし、いろんなところでね、また起きてますから、はい、またね、ちょっと大きな地震が来なければいいなと思いますけどね、うん、なんかあれからね、スマートフォンで鳴るその地震速報の不気味な音がなんかもう嫌、はい、な音だなって感じで、ドキッとします、そうですね、はい、うん、津波警報とかね、そうですね、本当にそう思いますね、はい、はい、それで、はい、まあ、先週のね、うん、まあ、株の動きとちょっと日経のチャートを持ってきてみたんですけど、はいはい、こちらが、まあ、高値をついたところから、うん、一応相対力指数、これちょっとテクニカルのチャートを持ってきたんですけども、はい、高値をついた時っていうのはこれ相対力でも 86.15 ですか。で42日の平均でも68ということで、うん、これ相対力指数っていうのは、まあ、単純に70ポイント以上になると買われすぎ、うん、そして30ポイント以下になると売られすぎということで、
そこの水準まで、まあ、30ポイント割れるとちょっとやはり買いのシグナルといいますかね、はい、逆に70ポイント以上になるとこう決済のしどころというようなそんな見方をするテクニカルなんですけど、うん、やはり3万円超えた時っていうのは相対力もかなりこう高い数値が出てましたんでね、うん、はい、まあ、そこから約2500円近い調整が入って、あとまあトレンドの中でやはりこうトレンドにこう引っかかってるっていうかですね、トレンドラインに引っかかってるところで今調整してるところですけどね、うん、ただまあ4月に入りますとやはり新年度入りしますと新たな資金がまた入り始めますんで、はい、今月いっぱいぐらいは多少こう3万円近いところからの上下、うん、するかもしれませんけどね、うん、また来月になって新たな資金が入ってくるとちょっと基調がこう強い基調に変わるのかなという感じはしますね、うん、はい、じゃあまた上がってくる傾向、そうですね、その感じは僕は強いですけどね、持ってらっしゃるんですね、うん、まだまだやはりね、はい、新たなまあ資金、うん、来月からはこう入ってくるとこう新たなパワーになってきますんでね、いきますかと思うんですけどね、まだまだ僕は、ね、上がるかなりこう強気の見方してますので、ね、強気ですね、はい、うん、まあ、そういう意味ではだからちょっといい調整したんじゃないのかなっていう感じはしますよね、うん、はい、まあ、そして来週、今月、今週中ですよね、はい、イベント、これ今月中って出しちゃいましたけど今週中ですよね、今週の主なイベントですね、はい、まず最初16日ですよね、うん、2月のアメリカ小売売上高、うん、これはね1月がもう7ヶ月ぶりの大幅増ということで、はい、やはりアメリカの方々個人向けの直接給付金が出たんで相当こう買い物をされたのかなっていうね、それでそれが一巡しちゃったんで今回ちょっと予想がマイナス 0.5% ということでかなり、うん、悪い予想になってますから、うん、ちょっとそこら辺が一巡して今回のこの予想、うん、ただまあ予想なんでね蓋を開けてみるまで、はい、まあ、もちろん分かりませんけれども、うん、はい、そして17日の水曜日ですね、はい、うん、これ日米ともに今週は週末に向けて金融政策決定会合、うん、アメリカの場合は FOMC ですけれども、うん、これはパウエルさん、まあ、政策金利や量的緩和っていうのはもう現状政策維持、うん、これはもうほぼ予想通りじゃないかと思うんですけど、うん、問題はまあ、長期金利がね一時 1.6% ぐらいまで上がりましたので、うん、そこに対して警戒感を示すかどうかっていうところなんですけど、うん、ただおそらく基本的にはまあ、金利が上がっても静観、 1.6% ついた後にまた1.5 ぐらいまで下がってますんでね、うん、ここはまあ、警戒感というよりは静観という形じゃないかなと、うん、あと日本にしましても、日銀の金融政策決定会合、これ2日間18、19行われまして3時半に黒田さんの会見がありますけどね、うん、ここもやはり政策は現状維持、うん、ということで長期金利の変動幅、まあ、これ許容の幅っていうのが 0% から 0.2% ぐらいまであるんですけど、うん、それをもしかしたら拡大するかどうかっていうところですけど、おそらくそれもないんじゃないかと、うん、いうことで大きな政策の変化はまあ、なさそうですねという感じですよね、うん、まあ、日米ともにやはり足並みが、揃ってるという感じだと思いますので、うん、はい、あまり動きはない、そうですね、うんうん、ということはだからまあ安定的な形ですかね、やっぱ週末に向けてがですね、はい、うんうん、はい、でちょっと先ほどはまあ日経でしたけどもね、はい、ニューヨークのチャートの方も今持ってきましたんで、はい、こちらニューヨークもなんかイケイケどんどんな感じですね、そうですね、まあ、これもクリック株365市場のニューヨークダウ、今日は日足なんですけど、うん、もうとにかく毎日毎日が最高値更新、うん、ですごい、はい、もういよいよ3万3000ドル目前ですから、うん、まあ、一時やはりね同じようにこう調整に入るかなと思いましたけど、
あの一目均衡の雲の上の方にこう下髭ポーンとぶつけた後にですね、うん、で急にこう V 字反発しましたけど、はい、これはあの3月5日、まあ、安値つけた日ですけど、アメリカの雇用統計ですね、うん、これ非農業部門雇用者数が予想が18万人だったんですけど、うん、なんと蓋を開けてみたら37万9千ということで、うん、予想のもう倍以上ですよね、うん、これがポジティブサプライズになりましたんで、はい、これで一気にもう切り返し、うん、でここら辺のエネルギーがちょっと日本、まあ、日経平均と比べますとやっぱアメリカのパワーの方がすごいですよね、うん、もうチャートで見ても一目瞭然ですもんね。これ為替の方は確かあれですよね、はい、大して動かなかったっていう、うん、そうなんですね、まあ、じわじわとやっぱり円安の方向、まあ、ドル高円安の方向には動いてきたんですけど、うん、ああいうインパクトのある動きにはやっぱりならなかったですね今回もね、うん、為替市場の方は、うんうんうん、株の方はまあそれなりにねちょっとあの反応してきた感じですけどね、うんうんうん、ですのでまあ、あのただちょっとニューヨークダウのもう本当に未知の世界、はい、あの高値現状が今までで一番高値なんで、うん、これからじゃあどこら辺まで行くんだっていう予測がなかなかやっぱりつけづらいですよね。ただそこはみんな知りたいところでしょうねそうですよね、なんですよね、ここ今本当に投資家の皆さん一番知りたい部分じゃないですかね。こういう時にズバッとこうアドバイスっていうかね、うん、あの予想してくれる方とか頼りになる人がいるとね、いいなと思いますよね。結構どうですか、市場のアナリストの予想っていうのは、はい、結構強気な予想って多いんですか。いや、ただやっぱこれだけ高値圏まで動いてくると、はい、みんながみんな強気かっていうとそうでもないんですよ。ちょっと警戒みたいな、警戒して逆にここからちょっと下げを狙ってみようなんていうね、うん、そういう予想する人たちも結構いますんで、うん、だから一本上司でみんな強気強気っていうことでもないんですよね。ただでなあのだからこそ相場としてこう売りたい人がいれば買いたい人もいるんで、はい、それでまあ成り立つんですけどね。どちらの力がこう上回るかっていうところ、ちょっと難しくなってきましたね。そうですね、これ今から参戦するのはちょっと怖い気もするし、うん、そうですね、そうですね、まあ、ただどうでしょう、まあ、ここでねちょっとまた弱気で参戦するとやけどするのかもしれませんしただズバッと当たるかもしれませんしね、そこはだから本当にちょっと難しい、難しいな、ね、難しいですね、まさに未知の世界ですね、はい、未知の、はい、まあ、そこでもね、うん、あの予想していくのが僕らの仕事なんで、はい、そうですね、はい、でそちらの詳しいお話なんかがまたセミナーの方で、そうなんです、ね、お聞かせいただけると、はい、そういうことで、セミナーのご案内がこちらです、はい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 、こちらもね6年ぶり、広島開催が本決定ということで、うんうんうん、今乗りに乗ってるちょいある先生、はい、あ今度のもう週末ですね。そうです、もう今週末なので、うんうん、はい、まあ、残り本当にわずかなんですけどね、うん、あと何名様かは、うん、お席の方ご用意できると思いますので、ぜひフリーダイヤルの方でお問い合わせいただけたらと思います。ぜひ山根のさえちゃんの方までね、はい、お問い合わせいただければと思います、はい、広島近辺の皆さんもぜひご参加ください、はい、でそしてもう一つのご案内がこちら、はい、もう一つが、岡安商事の、まあ、公式メルマガ、はい、一歩先行く投資生活、はい、はい、こちらですね今の好評配信中なんですけれども、うん、まだまだやっぱり読者の方増やしたいんでですね、はい、ぜひマグマグで、検索していただいてですね、うん、読者登録の方もぜひお願いしたいなと、はいはい、これは週に1回ですか。はい、週に1回配信して、あの伊藤俊博さんってここのお写真に出てる方、うん、はい、この方あの今株単なんかでもね毎日株のこう予想なんかも、うん、出されてますんで、はいはい、この方も今非常に相場流れに乗ってるね、うん、あの方なんでぜひ、読者登録していただいてですね、うん、見ていただければと、はい、思います。よろしくお願いします。でそして株価指数に関するお問い合わせは、はい、こちらからよろしくお願いします。はい、ストックライフに関しましてはこのマーケティング部、はい、0120523321の方まで
お問い合わせどしどしいただければ、うん、お悩み相談も受付中ですよね。はい、うん、受け付けております。これ参加したいんだけどどうでしょう、ちょっと怖いんですけどみたいなねそういう悩み多いと思うんですよ、はい、ぜひそういうお悩みでも結構なんで、うん、はい、ご連絡いただければと思います、ね、はい、お気軽にフリーダイヤルの方にご連絡いただければと思います。はい、いたします。はい、お待ちしております。ということで、本日も人気者ちょいわる先生の今週の一発予想、クリック株365の大島さんにお越しいただきました。大島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。